おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。今朝も朝のビジネス英語勉強会市大学部にやってまいりました。先週から新しく、ある、鹿野部長先生が、参加されていますので、さらに、深い議論そして興味深い、話題をいろいろ、お互いにディスカッションできるようになってきたと思っています。今日はですね、アメリカワシントン州で、レスキューをやっている方ですね、アメリカのワシントン州で冬山のレスキューチームを、レスキューチームのチームメンバーですねでいらっしゃる方が本を書かれたということで、その方のインタビューを元にしてそれをディスカッションしていきたいと思っています。もちろんレスキューチームの方ですからいろんな厳しい状況であったりその判断を要するところがあるんですけれども、その中で、一番辛い決断の一つがそのレスキューを中止するということを、皆に伝えなくてはいけない。もちろんその遭難されているご家族の方もそうですし、チームのこれまで一生懸命、探索を続けてきたチームメンバーにも伝えなくてはいけないというその決断をするときなんですけれども、その決断にあたってどういうふうなことが背景にあったり、状況があるのか、そして、病院の先生方もそうですけれども、もしかしたら治療を中止するせざるを得ない時があったり、それをご家族や本人に伝えなくてはいけない時もあるかと思います。そういった命に関わる決断をする時にどういうふうな心境でどういうふうに伝え、どういうふうにそれを自分自身もご家族と一緒にこう乗り越えていくのか、ちょっと、重いディスカッションになるかもしれませんけれども、本当のその先生方のお気持ちですとか状況などまたご家族のご気持ちそういったところをいろいろお伺いしたいと思っています。それでは本日も頑張っていきましょう。失礼いたします。